アスファルトルーフィングは板紙にアスファルトを染み込ませた建築用の防水材料。主にビルの屋上や家屋の屋根、壁に敷いて雨水が屋内に侵入するのを防ぐために用いる。高雨に防水性を発揮するアスファルトルーフィング日本工業規格では以下の種類が定められている。機材の種類によってまた表面に砂や細かいキララを塗布して 互いに張り付いてしまわないようにしたものを競技には区別するが、抗議でこれらの総称としてアスファルトルーフィングと呼ぶこともある。海質アスファルトルーフィングは、塗布する材料の品質を改良して、劣化やベタつきを減らしたり、これを既存のアスファルトの上に層上に塗り重ねたりしたものである。ロール状に長い製品とシート状にカットした製品がある。 機材を板紙としたものは貿易統計など紙製品に分類される場合がある。アスファルトルーフィングに加工するための機材の板紙をルーフィング原子と呼ぶ。ビルの屋上や家屋の屋根に敷いて防水材とする。日本の民間家屋においては大正時代に一般化し始め1923年の関東大震災の復興建築を機に広く利用されるようになった。 屋根に使う場合は、上に瓦やスレートなどを敷くことが多い。また、アスファルトルーフィングの上に、アルミを乗着した遮熱シートを敷いて屋根からの、副射熱を軽減するように施行されることも多い。アメリカの格安住宅などでは、のじ板の上に貼って、屋根表面にむき出しにすることもある。台湾乱有の地下屋と呼ばれる木造民家のように、のじ板も用いず、 アスファルトルーフィング自身を竹の針に留めて屋根として使う特殊な例もある。アークアスファルトルーフィング工業会、ありがとうございます。